F35 ライトニング2は、米国のロッキード・マーティン社が開発生産している第5世代ステルス戦闘機だね。米国は戦闘機の開発において頂点に君臨していると言っても過言じゃないもんね。全世界で1000機以上の導入が見込まれているからな。ちなみに西側のベストセラー戦闘機としては、第3世代戦闘機で F4 ファントム、第4世代戦闘機は F16 ファイティングファルコンで、第5世代戦闘機としては、この F35 ライトニング2がベストセラー戦闘機になるであろうことは確実だね。ということで今回は、そんな F35 ライトニング2の量産が全世界で本格化していることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。F35 ライトニング2だけど、ロッキード・マーティン社より2021年度の総生産数が発表されたよ。2021年度の生産数は世界で142機となっていて、この中には、航空自衛隊向けの F35A も6機入っており、ステルス戦闘機としては初の大量生産体制が敷かれた戦闘機でもあるんだ。日本は2021年までに A 型通常離着陸型を47機、B 型短距離離陸垂直着陸型を8機調達するための予算を執行しており、2012年より開始した調達予算の執行だけど、2021年までの9年間で A 型及び B 型の両タイプ合わせて、1兆2000億円近くの調達予算が計上されているよ。そして、日本は現状では全部で147機 A 型105機、B 型42機を調達する予定となっており、F4EJ 改善機退役と F15JDJ の初期型をすべて F35 に入れ替える予定みたい。このように F35 ライトニング2は、現在、米国の同盟国や友好国で導入が進められているんだけど、おととしの2020年度は世界的なコロナウイルス感染拡大の影響で工場の稼働率が低下し、F35 の生産数の鈍化が指摘されていたけど、2021年度は工場の稼働率も上昇し、生産数が拡大してきているよ。F35 ライトニング2を生産する工場は、現在のところは、米国テキサス州にあるフォートワークスにある工場、イタリアのカーメリにある工場、日本の愛知県西春日井郡富山町になる工場の3カ所となっており、これらの工場は FACO 最終組み立て検査施設と呼ばれているんだ。日本にある FACO は、三菱重工名古屋航空宇宙システム製作所の小牧南工場が指定されており、この工場では2015年12月より F35A ライトニング2の生産工場として稼働を開始し、航空自衛隊向けの A 型機体の製造を担当しているよ。小牧南工場では、ノースロップグラマン社とロッキードマーティン社、BAE システムズ社の各社で生産して送られてきた機体各部の部品から機体本体を組み上げて、日本の IHI 社でライセンス生産した機関部ジェットエンジンを取り付けることにより、F35 を製造しているってわけ。小牧南工場では、部品の製造は行っておらず、世界各地の工場で製造された部品や機器を組み上げることにより機体を製造するため、FACO 最終組み立て検査と呼ばれているぜ。そして、この小牧南工場の年間製造可能数は6機となっており、この6機という機数は、防衛省が予算化している年間調達機数から来ているな。そして、その小牧南工場へ納入するジェットエンジンをライセンス生産している IHI 社だけど、同社は相馬及び呉島にある同社工場で部品の製造を行い、東京の瑞穂工場にてジェットエンジンの最終組み立てを行っているよ。IHI 社は、F15J イーグルのジェットエンジンもライセンス生産した実績があり、次期戦闘機として開発中の次世代第6世代戦闘機のジェットエンジンの設計開発も担当している、日本最大のジェットエンジン製造メーカーだね。この IHI 社が F35 用のエンジンの生産と今後の定期的なメンテナンスの対応を行うものと思われるんだ。このように日本の FACO 小牧南工場は、年間生産数が6機となっており、2021年も計画通りに6機の F35A ライトニング2の最終組み立て及び検査を完了させているよ。ここから判明することとして、2021年の F35 の全世界での生産数は142機だから、残り136機の生産は、米国とイタリアの2カ所で行われたということであり、他に工場の生産数は日本とは桁違いの規模であることに驚かされるよね。この F35 の導入を2020年までに進めている国としては、米国、日本、韓国、シンガポール、英国、イタリア、ノルウェー、オランダ、ベルギー、デンマーク、ポーランド、イスラエルなどがあり、これらの国の機体を2021年に生産していたことになるぜ。このように多くの国で導入が進んでいる F35 だけど、2021年にも導入を決定した国は増え続けているみたい。2021年は、スイスが通常離着陸型 A 型を36機、フィンランドが同型機を64機、導入決定しているからね。他に検討中の国としては、カナダ、ギリシャ、スペインなどがあり、特にカナダについては、88機の導入を検討しており、F35 の大口導入国となる可能性があるんだ。カナダは、現在、FA18 スーパーホーネットとグリペン E と比較検討をしており、2022年中に最終判断がなされる予定となっているよ。そして、このカナダ以上に F35 の導入を検討していた国があるんだ。カナダ以上すごい大口の導入だね。それってどこの国なの？それはトルコだね。トルコは F35 の A 型を100機以上導入する計画を持っており、機体の部品製造まで手掛けていたんだ。しかし、トルコは米国の反対を押し切りロシアから S400 地対空ミサイルの導入を強行したため、F35 の導入計画は2018年に米国が凍結している状況だね。そうなんだ。アメリカを差し置いてロシアを選んだんだね。トルコは2008年よりトルコの首都アンカラにあるトルコ航空宇宙産業 TAI にて、F35 の機体部品の製造を手掛けているよ。そして、機密事項の塊であるステルス戦闘機の部品製造を行う国が、仮想敵国であるロシアの兵器を導入することとなったことから、米国内で機密情報の流出が強く懸念される事態となり、米国はトルコに対して、ロシアから S400 地対空ミサイルの導入を行うことに強く反対したってわけ。しかし、その反対を押し切り S400 をトルコが導入したことで、2019年7月には、F35 の引き渡し中止とトルコへの部品製造委託も中止される事態となっているんだ。米国内ではトルコへの制裁には反対意見も多くあったぜ。それは、トルコ航空宇宙産業 TAI の工場で生産している F35 の部品総数は900点余りにも及ぶ多岐にわたるもので、これを代替するには時間を要することもあり、量産体制にある F35 の生産に大きく影響を及ぼす懸念があったからだな。しかし、米国としてはトルコがロシアへ接近することは絶対に容認できない事態であり、これまでトルコを支援してきた米国としては、トルコの裏切りとも取れる行動に対して何の対応も講じないことはあり得ず、最終的には制裁を実施することとしたってわけ。近年、米国とも友好関係のあったトルコ、ロシア製兵器を多く導入してきたインドなどの新興国家は、元来、米国派かロシア派かの二択であった選択肢のほか、第三の独自の選択肢を行使することも増えており、これまでの米国圧倒的優位な世界情勢に変化の兆しもあるみたい。こうした F35 の導入を検討している各国の不確定な動きは、中東最大の国家であるアラブ首長国連邦も同様であり、2017年頃、アラブ首長国連邦は F35 の導入を前向きに検討していたんだ。これは、同国が長年敵対関係にあったイスラエルとの国交樹立を宣言し、イスラエルと友好関係にあった米国との関係も改善方向に向かったため、2021年1月に F35A を50機導入する方向で、トランプ政権下の米国とアラブ首長国連邦間で契約の締結がなされたってわけ。しかし、トランプ政権からバイデン政権へと政権交代がなされた後、バイデン政権はアラブ首長国連邦が行ったリビアやイエメンへの爆撃を理由として、2021年12月には F35A の同国への輸出は中断されるに至っているよ。このように F35 の導入を希望しながら、米国の意向で導入がなされていない国は他にもあり、それは日本の隣国である台湾もまたしかりだね。台湾は、経済的にも軍事的にも強大化し、領土的な野心を隠そうともしない中国とは対立関係にあり、この中国に対抗するために高性能な第5世代戦闘機である F35 ライトニング2の導入を米国に強く希望していたんだ。しかし米国は、中国を強く刺激することに対しては及び腰であり、特に台湾への最新鋭戦闘機の輸出は、中国が過剰な反応を示して不測の事態に発展する可能性や、台湾の親中派による中国への F35 のデータに関する情報流出の危険性もあることから、米国は台湾への F35 の輸出を拒否し、第 4.5 世代戦闘機である F16 ファイティングファルコンの最新型の輸出に止める対応をしているよ。考えなしに輸出するわけにもいかないもんね。いろいろ難しいな。米国は対中国に対する対決姿勢を鮮明にしており、米海軍を中心として対中国を念頭に置いた戦力整備計画を進めているからね。しかし、現状、米国内では中国は台湾への武力侵攻を成功させるほどの戦力を有してはいないという判断が大勢を占めており、それが、F35 の輸出を承認しない一因でもあるようなんだ。それでも米国政府としては、中国の巨大化に大きな危機感は持っているため、今まで輸出を躊躇していた第 4.5 世代戦闘機については輸出承認を行っており、これまで F16 の初期生産型を輸出していたのが、今回、最新型の輸出を決定したことからも米国政府の中国に対する警戒感が現れていると言えるんじゃないかな。このように台湾軍の質的優位を確保するために米国は中国を刺激しないよう慎重に兵器の輸出を行っているけど、もし、米国が台湾 F35 などの最新鋭戦闘機を輸出することになれば、それは、中台間の緊張が非常に高まってしまった状況であるということになるね。そうなれば、日本への影響も無視できず、台湾の現有戦力の増強は日本としては歓迎できるものの、F35 が台湾へ輸出されるほどの状況というのは、日本として歓迎はできないものであると思われるよ。このように世界的ベストセラー機となる要素が多くある F35 ライトニング2だけど、米国と各国の思惑が複雑に絡み合い、一筋縄ではいかない状況も多く発生しているってわけ。日本も F35 ライトニング2の大量保有ユーザーだけど、かつて F22 ラプターを導入しようとして失敗した失態を繰り返さないためにも情報管理保持の徹底と対中国及び対ロシア、対朝鮮を念頭に置いた十分な防衛体制の構築と平和維持に努めていただきたいものだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。現在、日本主導で開発が進む次期戦闘機開発計画については、軍事マニアの間では外せない話題だよね。2035年の配備開始をめどに F2 戦闘機の後継機、F3 の開発が進んでいるね。かつて、日本の戦闘機開発で最もネックとなっていたのは、ジェットエンジンの開発だったが、今では IHI 社が牽引して開発に尽力しているみたいだぜ。期待するなっていうのが無理な話だよね。さて今回はそんな日本独自の最高技術の粋を集めたジェットエンジンについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日本が初めて開発した戦闘機は、F1 支援戦闘機戦闘攻撃機だけど、これには、英国ロールスロイス社製のジェットエンジンが搭載されていたんだ。その後、F2 戦闘機の開発計画においても日本独自のジェットエンジン開発は、当時の技術では成し得ることができず、米国にジェットエンジンの提供を依頼することになったよ。しかし、当時の日米貿易摩擦の影響もあり、米国は日本へのジェットエンジンのみの提供を拒否して、結局は、日米で米国が圧倒的に有利な、屈辱的な内容の開発契約を結ぶことになったってわけ。このように戦闘機開発において、ジェットエンジンを独自開発できる技術があるのかどうかが、その国が戦闘機を独自開発する立ち位置にあるのかの決め手となるんだよね。そして、今までの日本は、残念ながら戦闘機を独自開発する立ち位置にはなかったんだ。そのような状況の中、F2 戦闘機の後継機 F3 の検討が2010年頃より始まり、防衛省は IHI 社に2010年に5カ年計画で次世代エンジン主要構成要素の研究を委託したよ。さらに2013年以降、戦闘機エンジン要素の研究、戦闘機用エンジンシステムに関する研究を順次開発委託していき、2018年6月には、XF9-1 と呼ばれるプロトタイプエンジンが、IHI から防衛省防衛装備庁航空装備研究所へ納入されることになったね。ちなみに、この XF9 が開発されるまでに前身となるエンジンが存在していて、それは、XF5 と呼ばれるエンジンで、このエンジンも防衛省当時防衛庁が IHI 社1995年度から、開発契約を結んで開発を進めたエンジンであり、1995年は F2 戦闘機当時は支援戦闘機の初飛行の年でもあるぜ。防衛省としても F2 戦闘機の屈辱的な契約内容には忸怩たる思いがあったようで、F2 戦闘機を開発している最中にありながらも、すでに F2 戦闘機の後継機開発に向けた動きを進めていたようだな。このように XF9 は1995年から開発を進めていたエンジンの集大成といえ、開発開始からプロトタイプの納入まで23年越しの成果物でもあるんだ。この XF9 は、F15 戦闘機に搭載されている、米国プラット&ホイットニー社製 F100 エンジンと同等のサイズであり、性能確認試験において、アフターバーナー作動時には15トン以上の推力を発揮し、アフターバーナー未使用時でも11トン以上の推力を確保しているよ。これにより、XF9 の開発要求は達成したことが確認され、そして、この XF9 の開発コンセプトは、ハイパワースリムエンジンと呼ばれるものだね。このコンセプトは、開発中の第6世代である次期戦闘機は、ステルス性能を高めるために大量のミサイルを機体内部のウェポンベイ爆弾倉に収納する必要があり、機体内部の容積がウェポンベイにより逼迫することになるんだけど、そのため、機体内部に占めるエンジンの容積を小さくするために大出力でありながらも小型のエンジンが必要となったってわけ。次期戦闘機の使用については、すでに公表されているデジタルモックアップ 3D データを活用して、実物大の試作品を製作せずともデザイン検証や評価を行える技術等を確認する限り、大型の総発戦闘機となっているね。そのため、現状の XF9 をさらに高性能化する必要があり、具体的には、より小型でありながらも高出力化を推し進め、さらに最新のアビオニクスを搭載し、高出力レーダーも装備するために大容量の発電力、運用コストを削減するための低燃費化も求められているよ。次期戦闘機の開発体制については、開発主体は三菱重工業が担当し、XF9 を開発した IHI、T4 練習機や P1 哨戒機などを開発した川崎重工業、陸自の次期多用途ヘリコプターも開発しているスバルが機体開発に協力するんだ。レーダー類や電子機器の開発は、三菱電機や東芝、富士通、NEC などの国内大手電機メーカーが参画するようだな。日本の名だたる企業が一致団結しているんだね。スポーツでいうところの日本代表ってわけだ。そして、開発をより円滑に進めるために海外企業とも提携を進めることとなり、F22 や F35 などの最新鋭ステルス戦闘機を開発した、米国のロッキード・マーティン社が選定されているよ。ただし、このロッキード・マーティン社には日本はかなりの因縁を持っているんだよね。過去、田中元総理大臣が辞任する原因となったロッキード事件を起こした企業だし、ロッキードマーティン社製 F16 戦闘機をベースとした F2 戦闘機の開発で、日本に不平等契約を結ばせ、日本が手出しできないブラックボックスだらけの F2 戦闘機を作り上げた因縁深い企業なんだ。この F2 戦闘機の開発には、日本は巨額の予算を計上したんだけど、契約で、日本が得た技術は米国に全て開示する義務が課せられた反面、米国の技術開示は極一部に止まったんだよね。巨額の血税を投入して得られた技術は、特に根幹に関わる技術で得られたものは皆無に等しいものだったみたい。そのため、今回の次期戦闘機開発でも技術提携するのがロッキード・マーティン社となったことには、不安の声も多く聞こえているんだけど、当然、そんなことは当事者であった防衛省も痛いほどわかっているはずだよ。今回の次期戦闘機開発では、ロッキード・マーティン社だけではなく、米国以外の国の企業にも共同開発に向けた調整を進めているんだ。そして、現在、ロッキード・マーティン社以外で最も協力関係を築けているのが、英国のロールス・ロイス社と BAE システム社だね。英国でも日本と同時期にテンペストと呼ばれる第6世代戦闘機の開発計画を進めており、同じく第6世代戦闘機を開発する日本とは、時期も似通っており協力関係を結びやすい状況にあるってわけ。そして、BAE システム社とは、レーダーやアビオニクス関連での共同開発を進め、ロールス・ロイス社とは、エンジン開発において共同開発を進めていくことが、2021年の G7 首脳会議内で会談した完全総理と英国ジョンソン首相との間で言及があり、現在最終調整が進んでいるよ。エンジン開発において共同開発を行う予定の英国ロールス・ロイス社は、日本では高級車のメーカーとしての側面の方が有名ではあるが、世界有数のジェットエンジンの開発製造メーカーでもあるぜ。そして、日本政府はこのロールス・ロイス社との共同開発は、技術支援を主軸としたものではなく、日英で共同開発したエンジンを海外へ輸出することで、エンジンコストの削減を狙っているのではないかとの憶測も流れているな。エンジン開発において世界的には後進国である日本製のネームバリューでは、他国でのセールスは難しいものがあるため、ロールス・ロイス社の知名度を活かして、世界へ販路を広げようというんだろうね。そうすれば、エンジンの生産数が増加するために導入コストは低減するし、保守部品の確保も容易になり、整備コストも削減できるから。財政が厳しい日本において、高性能でも高価な戦闘機は数を揃えられないもんね。だからこそ、少しでもコストダウンを図りながら、高性能でありながらも、コストパフォーマンスの優れた戦闘機を開発しなければならないってわけ。このように日本において次期戦闘機のエンジン開発は、比較的順調に進んでいるけど、それに対して中国の軍事メディアが記事にしていたみたい。中国はジェットエンジンの開発には成功しているが、中国国産の第5世代戦闘機である J20 戦闘機の配備を進めていく上で、この搭載するエンジンの不調に悩まされているようだぜ。もともと、旧ソ連製のエンジンをベースに開発を進めていたが、日米洋が開発するエンジンの水準には達していないようだしな。そのような中で、中国の軍事メディアは、日本が開発する XF9 の開発が順調で、アフターバーナー使用時の最大推力が15トンに達し、燃焼機の出口温度が1800度に達する高温にもかかわらず、それに耐えられることに注目しているよ。そして、XF9 は米国の F22 ラプターに搭載されているエンジンである、世界最高性能の F119 エンジンにも匹敵するエンジンであるとしており、日本製エンジンの優位性を報じているようだね。しかし、これは、中国のエンジン開発が遅れていることを周知することで、より中国がエンジン開発に注力すべきであるという意見表明でもあるのかも。ただし、中国では2018年頃には第5世代戦闘機に搭載可能な性能のエンジン開発は完了のめどが立ったようだし、中国製エンジンを搭載した J20 を2021年までには150機、2025年までには200機を配備すると言われているよ。このような中国の第5世代戦闘機の配備状況に対して、航空自衛隊の第5世代戦闘機は、F35A を105機1機墜落により損失、艦載機型の F35B を42機購入する計画となっており、合計で墜落した1機を除けば146機、第5世代戦闘機のようで、日本は中国に対して劣勢となるんだ。そこで、日本は質で対抗するために第6世代戦闘機の開発、及び配備を早急に進めなければならない状況ってわけ。なお、現在世界で進む第6世代戦闘機の開発計画は、英国のテンペスト、フランス、ドイツ、スペインの3カ国が共同開発する FCAS フューチャーコンバットエアーシステム将来戦闘航空システム、日本の次期戦闘機であり、それぞれ実現の可能性は高いものとされているぜ。そのような状況の中、中国は有人機による第6世代戦闘機開発は早々に諦め、無人機開発に注力していくとされているな。中国では、第5世代戦闘機である J20 に搭載するエンジンの開発には成功したものの、第6世代戦闘機に搭載可能なエンジンの開発には至っていないみたい。そのような中、中国ではドローンや AI 技術の進展が著しく、それによって有人機開発から無人機開発に舵を切ったのかもしれないね。今後、有人機開発、無人機開発と次世代戦闘機開発には多くのアプローチを各国が成していくと思われるけど、そのどれが第6世代戦闘機の主流となるのか、注目していく必要があるだろうね。そして、日本が開発する次期戦闘機が、次世代の主流となり得るのか、日本の将来がかかる重要なプロジェクトと言えるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。航空自衛隊小松基地所属の F15DJ 戦闘機が墜落事故を起こしたことは、みんなの記憶にも新しいよね。この事故により、パイロット2名は残念なことに遺体で発見され、優秀なパイロットを同時に2名もなくすことになったショックは、かなり大きかったよ。同時に、フライトレコーダーを含む機体のパーツの回収も進んでいるようだが、事故が起きた原因などはこれから分析が始められることになるようだぜ。まず、亡くなった2名の乗員の皆さんに謹んで哀悼の意を捧げたいと思うよ。その上で事故の原因を徹底解明してもらって、日本の国を守る最前線において、パイロットの安全確保を第一にしてほしいと願う次第だね。さて今回は、事故原因の鍵を握るフライトレコーダーの存在と、墜落の原因を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。小松基地は、石川県小松市にある航空自衛隊の基地で、官民共用の空港として運用されているこの空港では、対ロシア、中国、北朝鮮など、荒くれ者国家の領空侵犯などに速やかに対応するべく、航空自衛隊の中でも最優秀のパイロットが配属されると言われているよ。えりすぐりのエリートってわけだね。そして、今回消息を絶った F15 は飛行共同軍に所属していた機体だったんだ。この部隊は、侵略者を意味するアグレッサーの通称が与えられており、1年を通じて全国の戦闘機部隊や警戒管制部隊を巡回し敵役として訓練。共同を行うことを主任務としている部隊だね。飛行共同軍の機体には、上空で一目見て敵役と判別できるよう、青や緑のカラフルな迷彩や、幾何学模様の識別塗装が施されていることから、見た目もすぐ見分けることができることで有名だよ。何より、アグレッサーのパイロットとしては、全国の基地から選抜された高度な操縦技術を持つ戦闘機パイロットが集結しており、まさに航空自衛隊の中でも精鋭を集めた部隊として運用されているってわけ。事故を起こした F15 に登場していたのは、飛行共同軍の軍司令、田中幸志1等空佐52と、同軍の上田雄生1等空尉33で、この時は2人乗りで田中1タスクが前席、上田1位が後席に座っていたと言われているよ。この時の F15 は、1月31日午後5時半頃離陸し、右方向に旋回してから数分になる洋上でレーダーから突然反応が消えたとされているんだ。信号が消えた海域において調査を行ったところ、垂直尾翼など機体の主要部分が海中から見つかり、航空自衛隊は機体が墜落したと判断し、乗員の捜索を開始したよ。その後、2月11日午前11時50分頃、海上自衛隊隊員が潜水して海中を捜索していたところ、機体がレーダーから消えたあたり基地から約5キロの海域で1名の遺体を発見し、航空自衛隊のヘリで海上自衛隊の艦艇から小松基地に搬送して身元を確認したとのこと。さらに、2月13日午前9時10分頃、同じ現場海域で海自の隊員が新たに遺体を見つけ、こうしてようやく捜索作業を終えることになったんだけど、この時航空自衛隊は事故調査への影響を理由に、それぞれの日にどちらの隊員が見つかったかは明らかにしていないんだ。優秀な隊員の死を悼む時間もなく、航空自衛隊は引き続き海域において戦闘機の機体等の捜索に当たったってだな。これまでの捜索で、水平尾翼やエンジン排気口、燃料配管などの一部がそれぞれ見つかったんだけど、これらは航空自衛隊が委託した民間のサルベージ船の準備が整い次第、機体を引き上げ、原因究明を進めることになるんだ。以前紹介した、南シナ海でのアメリカ空母艦載機の喪失事故と比べて、比較的引き上げが容易な海域であったことが功を奏しているようだけど、やはり優秀な隊員を2名も同時に失ったことは、航空自衛隊にとって大きな痛手であることは間違いないよね。そして、アグレッサー部隊による訓練等はこの事故以来中止されており、練度の維持にも影響を及ぼすことが予測されているんだ。事故の原因が人為的なものなのか、機体に起因するものかがわからない以上、安全を確保できない状態で訓練を行うことができないという、航空自衛隊の人命第一主義がこのような方針をとっている原因と言えるね。もちろん、そのことに関して異論はないし、空の先盛りとして懸命に日本を防衛してくださっている隊員の皆さんの命を大事にしていただくことこそ、今は重要なことだと思うんだ。事故の原因の解明も徐々に進められており、2月25日に航空自衛隊はフライトレコーダー飛行記録装置の本体を現場付近の海底で発見して回収したことや、それと同時に F15 に搭載されていた2機のエンジンも発見され引き上げられたことを発表しているよ。今後、回収されたフライトレコーダーの記録の解析を進めるとともに、海底に残る機体の回収作業を継続するとしているけど、事故において重要な部分の部品などが見つかったことで、事故原因の確定が大きく進むものと期待されているみたい。ちなみにこのフライトレコーダー、本体に付属していた発信機は墜落翌日に回収されたものの、その本体が見つかっていなかったみたいだが、結果的に発見された時には、本来は一体型のはずのフライトレコーダー本体と発信機が分離していたことで、発見に時間を要したとされているぜ。このことについて、航空自衛隊の井筒俊二航空幕僚長が、相当の衝撃が加えられたことで分離されたと推察されると説明しているな。また、エンジンはこれまでに排気口の部品などが回収されていたものの、海中より引き上げられた2機のエンジンはいずれも原型をとどめていたことが分かったよ。大きく破損することもなく、エンジンとしての外観を確保していたことから、機器の不具合による原因ではない可能性が浮かび上がってきているみたい。さらに、現場付近では機体の胴体部分も発見されていて、こちらも墜落原因の解明のために近く回収され、事故原因の解明が進められるよ。航空自衛隊では、今回の事故を受けて、小松基地における F15JDJ の飛行訓練を中止しているけど、日本の領空を侵犯する恐れのある航空機に対するスクランブルは防衛上必要として事故後も継続しているよ。現在の世界情勢を考えれば当然のことだよね。というのも、小松基地のスクランブル対応は日本国内でもずば抜けて回数が多く、特に多いのはロシア軍機に対するスクランブルが近年激増しているんだ。小松基地だけで言えば、ロシア軍機の領海侵犯は、中国軍機へのスクランブルに次いで回数が多く、今回の事故直後の2月2日、4日にも続けてスクランブルが発生していることが分かっているよ。この頃といえば、ロシア軍がウクライナ侵攻の準備を行っていた時期であり、日本方面への領空侵犯は、ウクライナ方面の部隊のみならず、全ロシア軍が臨戦態勢にあることからの行動であったことは明白なんだ。防衛省の統計では、2021年4月から2022年1月までの期間における、航空自衛隊戦闘機によるスクランブルは834回に上り、これは2020年度のペースを上回っているよ。ちなみにこの内訳は、中国軍機は606回、ロシア軍機が212回となっているが、2021年11月には中国軍とロシア軍の爆撃機が編隊を組んで飛来したケースもあるなど、その度合いはかなり挑発的であることは間違いないな。この状況下であることを踏まえれば、航空自衛隊としては、東アジアでロシアや中国の動きに対して牽制し続ける必要があり、スクランブルをもやめてしまうことは国防上許されないってわけ。2021年12月、亡くなった田中一佐は読売新聞の取材に対して、戦闘機1機の持つ戦力は、航空優勢のみならず、戦闘全体に多大な影響を与える。戦える部隊を作りたいと語っていたよ。ただ、空自の各部隊はスクランブルなどのみ任務に追われていることも認識しているとし、戦技戦術を底上げする余力がなく、一方で周辺国は航空機、パイロットの能力が上がってきていると危機感も口にしていたんだ。そのことを踏まえて、アグレッサーとしての活動をしっかりと行いたいと、プロのパイロットとしての教示を語ってくれていたんだよね。現状をしっかり理解していて、向上心のある人だったんだろうね。田中一タスクが言っていたように、戦闘機の数で日本は中国に水を開けられていることは事実なんだ。国土の周囲を海で囲まれている日本の防衛には、航空優勢の確保が不可欠であり、その鍵を握るのは、レーダーや通信ネットワークを向上させた第4世代戦闘機や、ステルス性を備えた最新の第5世代戦闘機が必要不可欠であることは、もはや誰も否定することはないよね。とは言いつつも、航空自衛隊が保有している戦闘機は313機2021年3月末現在なのに対し、中国軍は1146機に上り、これは2001年の90機だった時に比べても12倍に増えていて、さらに増強を進めているのというのだから、かなりの難敵であることは間違いないよ。かといって、いきなり中国が日本本土を爆撃することはない。むしろ、基地があるから戦争が起こると左翼系活動家などは日本の軍事行動を批判するけど、憲法9条が日本を守ってくれるのかな？ならば、ウクライナに憲法9条があれば、ロシアは決して侵攻をしなかったのかな？その答えは、良識的な思考と一般常識を持ち合わせている皆さんであれば、わかるはずだよな。今回の事故の原因について漏れ聞こえるところによると、バードストライクや整備不良からのエンジントラブルとも言われているようだけど、原因を追及すると、そのために誰かが責任を負うことにはなるけど、日本の領土を守るため懸命に頑張ってくださっている隊員の皆さんの命は、しっかりと守っていただきたいと、心から思うね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本の戦闘機産業は、かつてゼロ戦を作り上げた三菱重工などが尽力しているね。ゼロ戦はかつて日本を代表する戦闘機だったもんね。映画なんかでもよく出てくるし、国民にも最も周知された戦闘機なんじゃないかな？そうだな。関連企業が F1、F2 という国産戦闘機の開発実績なども生み出しているが、アメリカから最新鋭戦闘機を購入するなど、国の事情によって配備される戦闘機が変わる、という状況でもあるぜ。そんな事情の中でも、次世代戦闘機の開発については日本独自の路線で進めようということになり、国内企業を中心としたコンソーシアムが立ち上がり、2035年の収益を目標に作業が進められているみたい。だが、この次世代戦闘機の開発にあたって、日本が大きなトラブルに直面していると言われているな。さて今回は、日本が抱えているトラブルの真実、そして次世代戦闘機の開発の今後について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日本の次世代戦闘機の開発は、すでに試作機の製作過程に進んでおり、2020年代後半には試作機による試験飛行を積み重ね、2035年の正式採用に向けた量産機の製造ライン設置に向けて、準備を進めることになると考えられているみたい。もちろん、この次世代戦闘機には日本ならではの技術をふんだんに盛り込むことが想定されており、特に注目されているのは窒化ガリウム技術だね。窒化ガリウム技術って何？窒化ガリウム技術は、2022年現在でも多くの電子部品に取り入れられているもので、私たちの生活に身近なところでは、スマホの充電器に窒化ガリウムが採用され、高速充電の実現に寄与しているんだ。そもそも窒化ガリウムを採用することで、急激な発熱の抑制につながるってわけ。つまり、スマホ充電器が充電中に発熱しないのは、窒化ガリウムが発熱を抑制しているわけだね。この窒化ガリウム、次世代戦闘機のエンジン部分への採用が期待されているんだけど、ジェットエンジンは瞬時に高熱を発するため、その際に周辺部分の破損や機器の損傷をもたらす危険性があるんだけど、窒化ガリウム技術を採用することでそれらを防ぐことが可能になると期待されているんだ。このように、日本の次世代戦闘機については様々な新技術が採用されることが期待されているけど、その進捗状況や盛り込まれる技術や兵装について、詳細な情報が漏れ聞こえることはあまりないよね。もう少し情報を開示してくれてもいいのに、と思ったりもするけど、最新技術の漏洩を危惧するなら、なんかよくわからないけどすごい性能らしいぞと匂わせておく方が、中国も北朝鮮もびっくりするかも。そんな次世代戦闘機の開発について、久々に情報がもたらされたのは2022年2月のことだね。2022年2月15日、イギリス国防省が戦闘機用戦車について、日本と共同研究を行うことに合意したと発表したんだ。久々に日本の次期戦闘機開発に関係する、具体的な動きが報じられる出来事であったように思えるよ。今回発表されたイギリスと日本との共同研究は、2022年4月からイギリスのスコットランドで始められる予定とされており、イタリアの防衛産業大手企業の現地法人レオナルド UK が、アーキテクチャを提供することになると思われるんだ。このレオナルド社は、イタリアをそしてヨーロッパを代表する軍需企業で、イギリス関係では共同開発で生み出されたユーロファイタータイフーン戦闘機のレーダー開発を担うなどの実績もあることから、今回の日本&イギリスの共同研究に関与することになったと言われているみたい。日本とイギリスは、レオナルド社が持つ共用作業の経験と経緯から、戦闘機用戦車について先進技術を有するレオナルド社、そしてそのイギリス現地法人レオナルド UK 社を選択したわけだけど、これにはイギリス側の強い事情があったものと言われているよ。イギリスにおいて、今回の共同研究はジャガー、ジャパン&グレートブリテンユニバーサルアドバンスド RF システム通称ジャガー計画、と呼称されており、これに用いられるユニバーサル RF 戦車技術は非常に高度な索敵能力を実現する、まさに計画の要となる部分であるとされているんだ。ちなみに、レオナルド有権者によれば、その新型戦車は従来のものに比して1万倍以上にも相当する戦場でのデータ収集が可能であるとし、これまでにない超高速で敵を検知することができる能力を発揮するものだと説明されているぜ。日本の次世代戦闘機開発の観点から考慮すると、今回のレオナルド有形社との戦車類、そしてイギリスのロールスロイス社と機関部の共同研究といった相次ぐ共同研究により、欧州の最新鋭技術を難なく手に入れることができ、その結果完成させる次世代戦闘機は、まさに最新鋭の第6世代戦闘機であると期待されているよ。今までの日本における戦闘機開発は、国産機とはいえども、実際にはアメリカの軍需企業が肝心の部分をコントロールし、いわば現地生産レベルの行為しか認められず、国産と名乗るのは少々歯がゆい部分があったのも事実なんだよね。緊張する近隣国との関係がどうあろうとも、アメリカの意向で2000級の戦闘機や技術しか与えてもらうことができず、1000級の兵器はアメリカ自身が運用する。それで日本を一緒に守ってやるからいいじゃないか。といえば聞こえはいいんだけど、2022年になって国際情勢は急激に変化しているよ。EU や NATO への加入を望んでいたウクライナに対し、ロシアの軍事的圧力が増す事態となっても、アメリカはロシアを牽制するのみで、結果的にロシアによるウクライナ侵攻を許す結果となり、侵攻が始まってもアメリカや NATO はウクライナのために軍事力を行使することはしない。ウクライナは強国の事情に翻弄され、戦争に巻き込まれてしまったと言っても過言でないんだよね。日本は違う、日米安保条約があるじゃないかという人もいるだろうけど、でも、尖閣諸島に中国軍が押し寄せて不法占拠したとしても、沖縄のアメリカ軍は一緒に戦ってくれるのかどうか怪しいんだ。民主党政権になってから、アメリカの関係筋からは尖閣諸島などの領土問題は当事国の問題と言い切られ、日米安保条約の範囲に尖閣諸島を含むのかとの疑義に対しては施政権の及ぶ範囲とはぐらかしているアメリカ。そんなアメリカに国防を頼り切っているだけで、本当にいいのか疑問だよな。だからこそ、今回の次世代戦闘機の開発は、いわば脱アメリカ依存の解消という命題を抱えていると考えるべきだぜ。その点、イギリスがここまで協力してくれる令和の日英同盟が生まれたことは、ありがたいことだと思うよね。とは言いつつも、日本の次世代戦闘機開発には、パートナー企業としてアメリカのロッキード・マーチン社も関する予定となっているみたい。これは、正式な合意と契約締結がやがてなされるとは思うけど、日米安保条約で一緒に日本を守ると決めている以上、兵器の運用や補給などにおいてアメリカと共通理解をしておく部分は必要だし、この関係をキープしておくことも、今の日本にとっては初版の事情としては理解できる部分だね。そもそも、日本の次世代戦闘機は日本が独自に使用を定め完全に自国内での単独開発を行うのか、次世代戦闘機の開発に迫られている他国との共同開発を行う、そして他国で開発された戦闘機に改良を施すイコール購入するのか、大きく3つの選択肢があったわけなんだ。2022年2月の時点の状況から考えると、今の日本は単独開発と共同開発の中間を進んでいるように思えるよ。2018年12月に安倍内閣が閣議決定した方向性では、国外関連企業との連携を視野に入れつつ、日本が主導する戦闘機開発を推進するというものであって、自国開発メインの方針を強固に打ち出したものだったんだけど、実際には経済的な合理性までを加味するとその実現が困難である実情が浮かび上がっちゃうんだよね。例えば、航空自衛隊でも導入を始めているロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機たる F35 ライトニング2は、すでに開発費総額が6兆円を超過しているとも言われ、今後も継続されるアップデートを考慮すればもっとその金額は増えるわけで、日本単独でこれだけの費用を捻出できるのかといえば、正直言って無理であることは間違いないんだ。次世代戦闘機の開発には金がかかる。その実情を理解している国々も増えており、近年の世界的な戦闘機の運用においては第5世代戦闘機の登場は進みつつも、従来の第4世代戦闘機に近代化改修を行い、一部に限定的なステルス性能やレーダーセンサ類を強化することで延命している国々も多くなっているみたい。ウクライナ侵攻が始まるまでの世界情勢は、大きな戦争や紛争が行われることもなく、むしろ戦闘機をはじめとする様々な兵器の延命を行い、開発コストを延命することに終始していた状況だったしな。ウクライナ侵攻によって世界情勢に変化が見られるとはいえ、日本の次世代戦闘機は2022年度より本格的な設計に着手するスケジュールとなっていることは事実だよ。そのことが、日本の国防計画の見直しの契機となり、次世代戦闘機の開発が加速するようなことを期待しているのは、多くの人が思っていることだよね。通称 F3 と呼ばれることになるであろう。日本の次世代戦闘機だけど、なかなか日本独自の技術だけでは世界レベルの戦闘機になり得ない部分もあり、その部分をイギリスやアメリカの力を借りながら補っていく、というのが当面の方向性のように思えるかな。今後、どの程度次世代戦闘機の情報が公開されるかはわからないけど、公開されることで中国や北朝鮮などが多少なりともおとなしくなることを期待しているよ。そして、そのための次世代戦闘機となってくれることを期待していようか。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。